眼科医の平松です。今日は緑内障の方が不妊治療をするときってどうなんですかってことについてお話しようと思います。結構外来で、これ聞かれるんですね。で、不妊治療されている方、男性女性いらっしゃるわけですけども、目薬の影響を気にされているっていうことになります。結論から言うと、その状態での影響は極めて軽微であるってことですね。ただし、それに関する統計データというのがまともにないんですよ。なので、例えば点眼を使ってるから不妊治療の成功率が下がるとか上がるとか、どちらもわからないわけですね。はたまたその奇形率が上がるか下がるかっていうのはちょっと不明になります。ただし基本的には妊娠中ですね、妊娠中の点眼に関しては、本チャンネルの方でちょっと長い動画を出しているので、ちょっとそっち見ていただければと思いますが、この時期に点眼すると、こういうリスクがありますみたいのがありますので、それを参考にしていただけると、それ見ていただければわかりますけど、あんまり不妊治療では関係ないのかなっていうふうに思います。実際私の患者さんの中でも多くの方が不妊治療をされていて、それが男性側もありますし女性側もあって、でどの段階の不妊治療をされているかまでは、正直外来で聞いてないんですね。いわゆるこう、顕微授精とかの、までやられている方もいるでしょうし、体外受精とか、そういうレベルの方もいらっしゃると思いますし、そこら辺がタイミング法の、方もいらっしゃると思います。ただ、そこら辺でも、特に治療しててこうでしたみたいな、そういう意見はないわけなんですよね。なので、一般的には普通に目薬をして、治療してもいいかなと思います。で、手術ってなってくると、どうしてもいろいろこうタイミングがあれって重要じゃないですか。そうなると、ちょっと手術前後だけは、そこら辺は、ずらしていただくとか、そういうのは、多少考えるか、手術の時期自体を、ちょっとずらして、そこにあんまり被らないように、ちょっと調整するのが、一番無難なのかなっていうふうに思います。なので、最終的には主治医と相談していただきたいですが、あんまりそこら辺が曖昧にされることも多いと思うので、あくまでご参考としてお話しさせていただきました。こんな感じで、緑内障の、ちょっとしたこととか、いろいろ疑問質問には、サブチャンネルでいろいろお答えしていますので、ぜひそれも見ていただければと思います。よろしくお願いします。